月5日、千鶴の誕生日です。おー、出た。誕生日プレゼント何もらったの？ジュエルパクトです。イエーイ。今回もジュエル2度を紹介していきます。じゃあ、ルちゃん、今回は何のコーデを揃えますか？知識のパープルジュエルコーデです。ミルちゃんのジュエルコーデです。ねー、じゃあ、早速、やってこっか。うん、かまった、かまってるって。ジュエルちゃん、チャレンジしてほしい。やったねー、やったー。じゃあ、ジュエル2段のメルコレクションがある。いいね、これいいね。これでは、誕生日プレゼントでもらったジュエルパクトのコーデで遊んでみたいと思います。イエス、イエス。ジュエルパクトを使ってやった。ジュエルパワーミニミコーデ。おー、かわいい。ピンクコーデ、ジュエルパクトピンクコーデ。ジュエルパクト、ジュエルパクト。あ、ブレスレット。マリアちゃん、かわいい。みんなかわいい。終わりました。終わった。ねえねえ、ちぐるちゃん、今日ゲーム
遊んでみてどうだった？ゲームはね、あのね、知識のパープルジュエルコーデがすっごいキラキラだったからいいと思いました。りんちゃんは？私はこの5人でジュエルコーデで、全員ジュエルコーデでやってみたけど、可愛いし、握力あるし、もっとみんなとさ、ホロチキ交換したいなって思った。メルちゃんの、そしてジュエルコーデがゲットできるのは6月の20日から7月の10日までです。みんなも遊ぼう！イエーイ！ダイヤフェスのシューズスペシャルのお知らせです。6月22日から始まるこの大会に参加すると、限定キラチケのミルキーレインボーダイヤシューズがもらえます。やったね。7月7日までの土曜日と日曜日に開催予定なので、詳しくお店に聞いてね。抽選に外れてもこのときめきのピンクジュエルドレスがもらえますよ。ダイヤフェスは今回だけじゃないんだよね。そうです。ダイヤフェススペシャル大会、ダイヤフェスワンピースペシャル大会と3つに分けて開催される大会なので、全部の大会に参加してミルキーレインボーダイヤコーデのフルコーデをゲットしよう。はい、回りました。チャンネル登録お願いします。この動画がエモかったら、キラッと高評価とキラッとチャンネル登録、キラッとよろしくお願いします。たもバイバーイ。バイバーイ。たも桃山未来です。バーチャルプリちゃんアイドルダイヤだもん。ジュエルオーディションが始まったよ。一体どんなオーディションなのかな。自分色のジュエルをキラッと輝かせて、みんなでジュエルアイドルを目指すんだもん。プリちゃんでまた新しい夢が見られるんだね。お友達も増えてさらにドキドキなんだもん。キラッとプリちゃん、テレビ東京系で毎週日曜午前10時から放送中。目指せキラッと輝くジュエルアイドル。